盾ごとよ、黄金のアフロディーテの異形を示したまえ。人も空飛ぶ鳥をも従え、大地と海に輝きを与える者よ、我にその死を与えたまえ。家の情熱をかきたてたまえ。おい、気をつけて物を言わないか。相手は女神だぞ。アフロディーテの宮殿か。黄金の島にそびえるものの中で最も壮麗な建物だ。最も壮麗かは疑問だ。王にふさわしいほどの堂々たる山は一つだけだ。
このオンドリが偉大なアレクトリオンであったことは知ってるか。日の出のたびに金切り声を上げるヘリオスのあの不快な鳥か。まさにそいつだ。やってしまえフィニックス。あのバカ鳥の鳴き声はディオニソスとのパーティー明けには特に聞きたくない。Ha!
エロスか、あのママっこめ。アフロディーテにやれと言われれば何だってやるんだ。トロイアのパリスとの契約を果たすためにヘレネを矢で撃つとかな。フィニックスはヘレネの像で矢の力を試すつもりなのだろうか。エレネ、気の毒に。エロスの矢で撃たれた彼女には夫であるスパルタのメネラオスを置いてパリスの元へ行くほかなかった。アキレスが見たなら勝機はある。待て、アキレスは亡霊なんだ。これが止まったな。ギュポンを倒してやりようじゃないか。
ら。あのリンゴか、あれで大騒動が起きたな。三人の女神が最も美しいという称号をめぐって戦いを繰り広げた。ああ、だがフィニックスはあのリンゴこそナルキッソスにも並ぶ自己愛を超えてアフロディーテが勝ち取るべきものの象徴であると知っていた。ほう、フィニックスは何の象徴だと思ったんだ。自由だ。アフロディーテ、渡したいものがあるの。あなたの贈り物はもうたくさん、私は与えるためにここにいるの。もらうためじゃないわ。でもこれはあなたが持つべきリンゴよ。すっごく綺麗。欲しいわ。ペレウスとテティスの結婚式にエリスが招待されていたらトロイア戦争は起きなかったかもしれんな。あれはトロイアとギリシャだけの問題じゃなかったのか。確かにエリスが怒っていたな。なぜ考えなかったんだろう。招待されていない不和の女神が現れてこそ最高のパーティーというものだ。みんな知っている。やれやれ。ヘラがアテナの髪を引っ張ったぞ。自分の娘なのに。そうだ、美人コンテスト。あの自慢屋のパリスを審判にしたのはどこの間抜けだ。鏡がいるか。あの時は飲みすぎてたんだ。あれはパリスのせいじゃない。ヘラは彼にアジアの王の座と巨万の富を、アテナは戦争での栄光と名声を与えると言った。だがこの世の誰も
真実の愛というアフロディーテの賄賂には抗えない。ああそうだな、パリスが望んだのはスパルタのヘレネの愛だ。つまり彼は最も美しい女性を選ぶという仕事をきちんと果たしたわけだ。そしてトロイア戦争が始まった。私はあのリンゴがとても欲しかった。本当に欲しくて欲しくて、リンゴのために戦争まで起こしてしまった。ゼウスに見せるために。その後のことは全部私の責任よ。生まれ持った心に従ったのね、アフロディーテ。だから私はエッセンスを取り戻さない方がいいのよ。私の心は痛みしか生まない。それは違うわ、アフロディーテ。物事には必ず裏と表があるの。あなたの情熱と気まぐれ、それに妬みとうぬぼれ、確かに痛みを生み出したわ。でもその心が他に何を生み出したか知ってる？何？何よりも素晴らしい最高の冒険や演劇、物語よ。私は語り手なの。そうよ、確かに家にこもってれば安全だけど、どんなものだって鮮やかな世界で見た方がもっとずっと美しいわ。情熱には痛みを受けるだけの価値があるの。あの迷宮にあるのは私の素のままの妬みや暗い心よ。もしあなたを入れたら、みんなが私を非難するわ。前はそうだったもの。アフロディーテ、少しは抑えなさい。アフロディーテ、お前は手に負えない。アフロディーテ、お前は問題ばかり起こす、やりすぎだって。誰が言ったか知らないけど、あなたに謝るべきよ、嫌なやつ。そんなつもりではなかった。本当か？私や誰かの愛を得るために戦う必要はないよ。あなたは十分素敵だもの。とにかくそんなに美しくて性格も完璧だとね。その正直言ってちょっとイラッとするのよ。わかった、目をどかしましょう。お願い、行く前にこの祝福を受け取ってちょうだい。神々の平間で会いましょう。離れなさい、お前たち。もうたくさんだわ。どうして仕事を探しに行かないの？ヘルメスとアフロディ